スティーブ・グレゴリーはニューヨーク・ブルック・リンク出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。現在はデトロイト・ライオンズのディフェンシブ・アシスタントコーチを担当している。現役時代のポジションはフリーセーフティ。ニューヨークのスタテン・アイランドで育った彼はニューヨーク・ジェッツのファンであった。シラキュース大学を卒業した後2006年にドラフト外フリーエージェントで サンディエゴ・チャージャーズと契約を結んだ。2010年はドラッグポリシー違反で NFL より4試合の出場停止処分を受けた。2011年は13試合に先発出場した。チャージャーズでは2011年まで先発31試合を含む85試合に出場し、四十一タックル、四インターセプト、二サックを挙げた。二千十二年三月十五日。 ニューイングランドペートリオッツと契約を結んだ。シーズン序盤には戦線を離脱していたが、感謝祭の日に行われた、ニューヨークジェッツとのサンクスギビングゲームで1、インターセプト2ファンブルリカバー5タックルの活躍を見せて、勝利に貢献した。試合終了後、彼は NBC より、トム・ブレーディ、ビンス・フィル・フォークと共に表彰された。2013年、第9週に親指を負傷。 その年のドラフト三巡、デューロンハーモンにポジションを奪われた。契約を一年残していたが、2014年2月28日、ペートリオッツから解雇された。同年7月31日、カンザスシティチーフスと契約したが、同年8月9日に現役引退を表明した。2015年6月4日、母校であるシラキュース大学の スペシャルチームクオリティコントロールコーチに就任した。2018年よりデトロイトライオンズのディフェンシブアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。